友達です。ワードプレスで記事を復元する方法というタイトルでですね、今回は進めていきたいと思います。ワードプレスでね、記事を復元する方法ってね、いろいろ何パターンかありますので、実際に、動画を見ながらやっていきたいと思います。はい。ではですね、実際に、管理画面を使って説明していきたいと思います。例えばね、この記事もいらないと思って、これゴミ箱に移動しますね。そうするとね、ここにゴミ箱ってあるんです。ここに残っています。で、ここに復元ってありますので、この復元をクリックします。これで、完全に復元というか、こっちのね、すべてのところに下書きとして戻ってきました。何それ？これで終わり？っていう感じしますよね。ただ、こういう場合だけじゃないんですよ。ここに残ってない場合、で、バックアップもない。そんな場合にですね、どうしたらいいでしょうかということでですね。まず一つ目は、Google 検索してください。で、そういう場合にですね、このアドレスの横の、三角、下向き三角をクリックしますね。キャッシュってあるんですよ。で、このキャッシュをクリックします。ちょっと表示するのにね、時間かかってますけども。はい、キャッシュから表示したものはこんな感じです。ね、先ほども出てましたけども、ちょっと先月ぐらいのね、キャッシュがそのまま残っている状態でした。で、これをですね、右クリックしまして、ソースの表示を押します。ね、このソースを見ながら、復元したい場所をコピペで戻すっていう方法がまず一つあります。これがまず一つです。ね。これがまず一つ目の方法としてですね。Google にキャッシュが残ってる場合は、先ほどの方法で戻すことが可能ですね。残ってない場合。ね。残ってない場合どうしますかっていうとですね、今こういう形で、表示します。これかなり前のものです。日付がね、2016年3月12日。実はですね、この、ウェイバックマシンですね。ウェイバックマシンのサイトにアクセスしますと、ここにアドレスを入れると、日付が出てくるんですよ。どのポイントで戻しますかっていう形でですね。で、これアドレス入れたところがですね、こういう形になってるわけなんですけども、
まあ、たまたま、2016年の3月の12日に戻しましたということでですね、こういう古い記事が残ってるわけなんですよね。はい。かなり書き方も雑でですね、懐かしいなと思ってこう見てたわけなんですけども、これのソースを引っ張って、要はですね、この部分ですね、ここから下、要はここぐらいまでですね、ここを、こちらのソースの中で取ります。これは、で、ここからですね。こんな感じでですね、コピーして、取るんですけども、直さなきゃいけないところがあるんですね。例えば、リンクですね。リンクが、まあ、先頭に、https://web.archive.org/web/、これ日付と時間ですね。で、スラッシュ。で、http。で、kuma8.me。みたいな感じで、画像のアドレスとかがあるんですね。で、画像なんかはね、ここに、このサイトの中に、保存されてるわけですから、あるわけなんですよ。で、こう、右クリックで、名前をつけて画像を保存とかすれば、画像は戻ってきますよね。で、持ってれば別に持ってるやつを使えばいいのでね、わざわざダウンロードする方がめんどくさいですよね。で、こういった文章はですね、もう一回一から書き直す場合は、上からなぞって、こう、やっても OK だと思うんですよね。はい。タイトルとかですね、で、元の文章を、きっちり、こちらの新規投稿のところでねやってやれば全然問題はないと思うんですよね。まずここがタイトルですよね。これをこうやってコピペして復元していきます。で、グレードアップしたければね、間にいろいろ入れてもいいとは思いますけどね。はい。要は、この辺ぐらいからが本文なのでね。これをどのようにやっていくのかっていうところだけなんですけども、ソースから取るっていう方法と、こうやって、
上からコピペする。まあ、上からコピペする方が楽でいいですけどね。ソースだと、どっからどこまでっていうのが、初心者の方とかはちょっとわからないと思いますんで。まあ、これね、2013年10月だったかな、ね、9月か10月ぐらいから、やり始めたブログがですね、まあ、このウェイバックに残ってるので、いくつかの記事を復元しようかなと思っているところなんですけども。で、これを見るとですね、何がいいかというとですね、元のアドレスがわかるんですね。で、元のアドレスがわかるので、こう301リダイレクトっていう方法も使えるんですね。で、元のアドレスに、まあ、このお問い合わせのアドレスに来たものを、今のアドレスに、飛ばすっていう方法も、使えます。なので、やはりその辺のね、対策をすると、古い記事を頼りに来ていただいたお客様を逃さずに済む可能性がありますよね。はい。そういった部分でですね、こういう復元のやり方がありますよっていうことをですね、ぜひ知っておいていただきたいんですよね。はい。今回はですね、二通りの、この、復元の方法についてですね、お話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。うっかり消してしまった場合、あるいはですね、何年か前の記事をどうしても復元したくなったとか、いった場合にですね、こういう復元方法がありますよっていうお話でした。またですね、わからないところとかがあればですね、どしどしこの動画の中でコメントをいただければ幸いです。はい。今回の復元方法についてはですね、またブログの方に掲載しておきます。YouTube 動画詳細のアドレスよりブログに、行ってですね、ご確認いただければと思います。はい。どうしてもですね、この復元方法、自信のない方はですね、優勝対応になりますけども、熊町の方で作業させていただきます。熊町ラボでですね、LINE アートをやっております。3つのプレゼントを受け取っていただくために、友達追加をしてください。お願いいたします。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。